にしてもこんな洞窟があったなんてな。発見こそ冒険の醍醐味じゃの。ワクワクする。ほら調合するからアトリエに戻るよ。集めておこう。せーの。これも使えるのか。誰かさんが喜んで鶴橋振り上げそうだな。何作ろうかな。どこに入れよう。何入れようかな。どこに入れよう。材料はどこに入れよう。よし、行け。前回よりも手応えあり。なんだ。ものづくりをする人たちが集まってる町。さあ、以前より濃度が増した改良版です。どーんとお納めください。おお、ありがたい錬金術師殿。これがあればかなり自由に試せるな。融和の技術をより高めていけるぜ。役に立つかはわからないけど、レントが書いてくれた採取場所の地図も渡しておきますね。ただし霧が出ている時はあまり近づかないように。危険だからね。なるほど、承知した。うちの組合長代理を修行させてもらってることといい、錬金術師殿のご一行には世話になり同士だな。とんでもない。こちらこそフェデリーカにはいろんな場面で助けてもらってますよ。ほう、ぜひとも詳しく聞かせてもらいたいな。やめてください、アルベルト。それよりもアンナ、筆記をお願いします。あ、はい。両派の事情に鑑み、長らく保留としていた一件にサルドニカ交渉組合長代理として裁定を下します。100年祭に建てられる正規の彫像の制作を魔石装飾とガラス細工両派に正式に依頼します。謹んでお受けいたします。我らにお任せください。正規の彫像制作にあたり、溶剤の使用に慣れた今のあなたたちに伝授する技術があります。何？ランベルティー家がこの時のために磨いてきた全てを余さず伝えます。どうぞ工房へ。フェデリーカ、頑張ってね。私たちはどうしますか？先にアトリエに戻っていますか？そうだね。アンナさん、
フェデリーカにもそう伝えておいてもらえるかな。かしこまりました。フェデリーカ、技術の方はもう伝え終わったの？いくらあの二人でも一朝一夕に伝え切るというわけにはいきません。少々日数をいただけませんか？いいよいいよ、こっちもすぐ終わるわけじゃないし。その代わりというより本題なのですが、今日はこれをお届けに参りました。こいつは例の町の交渉に文様を伝え魔石の扱いを教えた錬金術師に関する文献か？はい、サベリオが蔵の奥で見つけてくれました。内容としては大筋前に話した通りです。少し見せてくれるか？この錬金術師は長く町に腰を据え魔石を用いた道具を作ることに心血を注いでいたようじゃな。魔石を用いた道具？ここにはどこにでも行ける魔法の玉と書かれておる。どこにでも行けるか。やはりその古の錬金術師も空間を超える方法を魔石という方向から探っていたわけか。しかしライザが復元したような満足に動くものは完成できなかった。その失敗に前後して錬金術師は町を去ったようじゃ。錬金術に頼らず魔石を扱えなければ交渉にあらずか。あと文書と一緒にこれが見つかりました。図面ではないようなのですが、これは、錬金術のレシピだと思う。まさかその玉の作り方じゃねえか？どうだろう、待ってね、試しに作ってみよう。どれにしようかな。レベルアップ。何入れようかな。どこに入れよう。レベルアップ。入れる場所は、材料はどこに入れよう。何入れようかな。どこに入れよう。材料は、レベルアップ。入れる場所はこんな感じ。よし、行け。これはただの魔石じゃないんですよね？特殊な加工がしてあるんだけど、私にもまだよく。ライザさん？やっぱり何かの力を秘めてるのは間違いないんだ。どこにでも行ける、つまり転移の研究をしていた錬金術師が残したレシピなんだろう？うむ、今は分からずとも必ず何かの役に立つであろうな。それもこれもフェデリーカのおかげだね。ああ、よくやってくれた。想像以上の収穫と言ってよい。いえ、仲間で友達のためにできることをしたかったので、よかったです。当分は石板の微調整と、
これの調査かな。フェデリーカも技術の伝授にじっくり打ち込んでね。はい。私も着想を得るためにしばらく街を歩いてみようかな。